はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今釣りをやってまして、コインを集めてます。今4万枚あるんですけども、25万枚必要なんですよね。金のパネル、そして新しいレシピを2つですね。でこれコインを優先的に集めた方がいいと思いまして、ここに来ました。遊び人の島ですね。で、スイカを釣ると、確か1回で1万枚以上ゲットできたと思うので、まあ、スイカとカジキ、ホウジロザメ、ここら辺を狙ってやっていきたいと思います。レベルも19までは上げたいところですよね。うん。まあ、19までここでレベルを上げれば、おそらく、25万枚貯まるのではないでしょうか。問題は釣り切れるかどうか。多分大丈夫と思うけど。うん。多分、ホウジロザメも、カジキも釣れるんじゃないかな。いや、意外と厳しいか？いや、いけるな、なんとか。いけるわ。うん。これで、いけました。これがカジキかな？あ、ホウジロザメか。どれぐらい経験値もらえる？ 3000！ これは上がるわ。OK。じゃあ、ここでちょっと釣りましょう。スイカがなかなか釣れなかった気はするけどね。お、来た！これスイカだ。スイカはね、釣りやすいよね。オッケー。まあ、大きさによるよね。キングサイズのスイカだったらば、かなりコインもらえたと思うんだけど、経験値はそんなにもらえないでしょ。確か。経験値はどんぐらい？あ、うん、まあ、これはコイン狙いだからね。仕方ない。これはカジキじゃない？カジキ、経験値どれぐらい？あー、これさ、別のところで釣った方がいいか？おし、上がった。あ、新しいクエストってことはあれか、レベル上限のやつか。それちょっと受けに行けましょう。何を釣れだったっけ？受けるで、アロワナか。はいはい、アロワナは全然余裕でいけますね。で、スイカは、どれぐらいなんだろう？ちょっと待って。違う、イライ。なし。スイカは、どれぐらいもらえるんだい？スイカ、11000。あ、まあまあ、そこそこだけども、そうか。全体的な経験値を見たところ、あそこじゃなくても良さそうかな。まあまあ、とりあえず、アロワナ釣りに行きましょうか。大生使い。違った。でも、こう、経験値美味しかったらいいね。うん、ぼちぼち。また大生使い。アロワナ来た！釣れた。経験値は1400。まあそんなもんか。これはピラルクでしょう。ついでに釣りました。どれぐらいもらえる？あー、いまいちだな。とりあえず納品しましょうか。よし、釣りレベル25まで上がるようになりました。いや、これね、ピラルク釣ってみて分かったけど、まだまだレベルが足らん。うん。レベルと装備が全然足りませんね。これはもうちょっとやらないとね。で、コインが今7万枚ですね。すべて渡して、いやー、全然だわ。25万枚まで遠いな。おーし、キング！レベル上がったんじゃない？
多分経験値1万ぐらい入るでしょう。どんぐらい？ 9000 も素晴らしい。で、レベル19ですね。ちょっとこれね、釣り場変えようか。天使のルアーが手に入ったんで、ベリナードの西に行っても釣れる気がする。どうだろうね。ジンベ、あ、釣れるか。うん、天使のルアーあれば、多分、いけるでしょう。リュウグウの使いはね、そんな釣れないんで、ジンベエザメさえここで釣れれば、こっちの方が断然美味しい。あいつ結構経験値もらえたもんね。これは違う。おー、これはジンベエザメでしょう。どんぐらい？あ、結構効くね。でも、天使のルアーがあるから、大丈夫だとは思う。おうおういけるね。これぐらいだったらまあまあまあなんとかいけるでしょう。 OK、 ジンベエザメ多分、うんだね。経験値は5000。うんうん、ここがベストだわ。よし、リュウグウの使い3匹目もうレベル上がったでしょ、これで。上がったよね。よし、レベル20。多分、もうコイン、溜まったんじゃない？ 25 万枚だよね。いやー、無理か。リュウグウの使いの、あ、いや、でかいのでも9600か。いや、全然だったわ。全然だ。あと、12万枚か。まだまだだ。よし、レベル上がった。21。でも、まだコインは足りません。22まで上げます。あ、上がった上がった。レベル22。上がったけども、どうだろう。魚が44匹。いけるかな？一応22になったので、闇の釣り竿だね。使わないけどね。氷の方が確かいいんで、使いはしないんだけども、まあ一応良かったとしましょう。で、あー！足らない！あと、2万2000。そうか。あと2万2000頑張ろう。魚を20匹釣ってきました。 OK、 完璧だ。 OK、 景品交換します。ようやくゲットです。まず、公開日誌ですね、キャプテンクローのレシピで、こっちが何だったっけ、ボイドアンカー、どっちかが最強のやつだよね。で、スキルアップパネルの金、ようやくゲットです。爪でしょ。まずキャプテンクローが、あ、78か。おお、ドロップ率が 1.1 倍か。おお、なかなか面白い性能なんじゃないですか。んで、ハンマー、あ、違う、なんだ、ムチか、ムチだわ、あった、85のムチ。会心の一撃が少し出やすくなる。おー。会心が 1.2% のバイキルト 10%。おー。いいね。いい装備が出来上がりそうです。あー、ちょっとアイテムが足りないか。うん。まあまあ、いくつか売ったので。まあ、ヘビーメタルぐらいはすぐゲットできますね。オッケー。はい。ということで、魚釣りでもらえる重要なアイテムゲットできました。あとはね、恐竜みたいなやつを釣りに行きたいと思います。いやー、時間かかったね。なかなか時間はかかりました。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。